皆さんこんにちは、スプリングです。今日は2020年11月22日の日曜日です。今からね、私はこちらに乗っております、九大本線という路線で、豊後森駅まで行こうと思っております。さあ、列車がやってまいりました。この列車は湯布院の森という列車で、本来であれば大分県の別府というところまで行くんですけども、今年の7月、九州を襲いました豪雨の影響で、この九大本線一部不通区間がありますので、この列車はね、本来であれば別府まで行くんですが、今は豊後森駅までということになっております。ですので私もね、今回は豊後森駅までの乗車というふうになります。では早速乗り込もうと思ったんですが、結構降りるんですね。久留米って結構そこまで需要があるんだ。では乗り込みましょう。列車乗り込みますと、このようなね、木目調の、列車となっております。今回私が乗りますのは一番最初の先頭車両ですね。そして先頭車両の一番前、運転席であったり前がね、一番見える場所となっております。1ヶ月前の10時に予約をしておきました。というわけで列車出発をしてきました。湯布院の森はね、博多駅を出発すると、この久留米駅までは鹿児島本線を、走行してくるんですが、この鹿児島本線からは先ほどね、掲示板に載っておりました九大本線という路線に入っていきます。まだこの列車走っているのは鹿児島本線になるんですが、もうすぐ、線路を左に、進んでいきます。これですね、この線路を左に進んで入っていきます。この時点でね、九大本線に入ったということになります。右上に見えておりますのは九州新幹線ですね。先ほど、鹿児島から私は終わりましたので、この上の路線を久留米駅までやってきたということになります。少しだけね、熊本方面に逆戻りということですね。先ほど案内にもありましたように、この列車はね、普通の列車より高い位置に座席が設けられており、まあ、ハイデッカーと言いますけどね、周りの景色を楽しめるようになっております。一番前の座席ではね、前方の車窓を見ることができます。このようにね、いろんなところにこのようなおしゃれな、装飾がされておりましたよ。1両目から2両目に渡るときには、このような橋が車内にかかっているんですね。では少し車内の様子をお伝えしようかなと思います。車内はいろいろなところにね、このように木材が使われておりまして、全体的におしゃれな感じですね。そして落ち着くような空間を演出してくれています。なかなか車内に橋っていうのは珍しいですよね。まあ少し車椅子の人とか使いにくいかもしれませんがね。
では2両目の方に移っていきましょう。こちらも先ほどの先頭車と同じように普通の座席ですね。由布院の森は全て指定席となっており、グリーン車がないんですね。そして3両目はビュッフェになっておりますね。ビュッフェと言いましても、ご飯を食べれるとかいうわけではなく、小さな売店があるというような感じですね。この時すごく混んでましたね。この列車は博多発なので、出発してからしばらく経ってるはずなんですが、人気があるということですね。この由布院の森自体は1999年ですかねに走り始めた列車なんですが、このビュッフェの車両に関しては2015年に新しく作られた車両というふうになっております。確か神戸でね作られたかなと思うんですがね。そしてその後ろの車両のところにはね、このような空間がありました。あそこはどういうコンセプトの空間なんでしょうね。そしてさらに後ろの車両ですね。こちらは先ほどの車両と比べて座席もちょっと広々してる感じですよね。そしてボックスのような形になってますね。ドアが開かん。あ、これは先ほどのビュッフェのところの車両ですね。新しい車両なので、あのような、最近の作りになっているということでしょうか。こちらは前から2両目、先頭の方に向かっているところになります。これはちょっと座席の感じが違いますよね。少し古さを感じるかなと思いますが。そして2両目から1両目に向かう先ほどの橋のところですね。はい、これで1両目に戻ってまいりました。なんかちょっとドアの反応が悪くてね、自分を人間だと思ってないのかもしれないんですが、アテンダントの方がね、今ボードを持って、記念写真を撮られてるようでしたよ。一番前に戻ってきたらやっぱまあ人気なんでしょうね。私は席に戻れませんでした。はい、というわけで間もなく大分県の日田市にある日田駅に到着いたします。この日田駅もね、2017年ですかね、豪雨で結構線路が流されてたんですね。今渡ってる鉄橋結構新しいかなと思うんですが、その時に流れた鉄橋なんですね。それを、新しくね架け替えて、復興したんですけれども、また今度別の箇所でね線路が流されてしまったということで、再度豊後森から由布院を通り過ぎて庄内という駅まで、2区間というふうになっております。というわけでね、日田駅に到着をいたしました。結構大きな駅ですね。私日田は初めて来たんですけども、結構大きなターミナル駅のようですね。この由布院の森はねやっぱり人気の車両ということで、いろんなところの駅でね、まあ、この車両の写真を撮られてる方がいらっしゃいましたね。ここも結構たくさんいますね。この大分県の日田市というところは、結構水が綺麗なところのようで、サポービールのね、工場がありまして、ここの水を使っているようですね。サポロビール九州日田工場だったかなと思います。車列車はさらに走り抜けていきます。低速シャッターを利用して背景をぶらしてみました。そしてね、このような立派な鉄橋がね、出てきました。おそらく楠川の鉄橋だと思います。結構古い感じでね、いい雰囲気でしたよ。この辺に来るとってトンネルであったりね、川をたくさん渡るようになってきます。車内販売ではリップクリームを売ってますね。ここはね、右手に大きな滝が見えまして、まあ、そのビュースポットということでスピードを落として通過しているようですね。
て、そして、列車は次第に終点の豊後森に、ね、近づいてまいりました。高い位置からね、撮影をするとこういう具合になるんですね。椅子に座っているとね、今これ映してるのは少し目線より低いところなんですけども、椅子に座っていると大人の目線では上の横に向けての柱がね、ちょうど目線にかぶってしまうんですよね。なので子供の身長が一番いいかもしれませんね。深く腰掛けると、まあ、少し見えるようになるんですけども、一番前が特段景色がいいとは限らないようですね。運転席の後ろにはね、親子連れの人がいらっしゃいまして、その子供がね、電車が好きなようで、まあ、このジリジリ転換転換というような ATS が作動した音をね、ずっと真似をしていました。可愛らしいですね。はい、というわけで、終着の豊後森駅に到着をいたしました。ここから先は普通区間となっておりますので、湯布院であったりとか庄内の方に行くにはこのような代行バスで行く必要があります。今回特急列車でしたので、任し切りでの運用となっております。普通列車などでは路線バスが走っているようですね。いや、早くね、復旧することを祈るばかりです。というわけで、この後湯布院の方まで向かうことにいたしました。今回の動画はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。